飾りますのは我らが和歌山県立医科大学軽音楽部ザ・スインギングセルズです。それでは参りましょう、どうぞ。ソリストを紹介します。オンテナーサックス、永井義孝。
申し遅れましたが司会を務めさせていただきますのは、ドラムパート3回生キューちゃんこと東本キュートと、ドラムパート2回生マイティこと野村舞です。どうぞよろしくお願いします。それにしても今日の朝の台風はすごかったですね。私はカッパと傘一緒に差して、傘を差してカッパを着てきたんですけれども、すごく濡れてしまいました。でも今はもう晴れてるみたいで良かったです。続いての曲はスオロパソによるセサミストリートのテーマです。今年の春に入部した新入生を中心に構成されたメンバーでお送りします。フレッシュで軽快な演奏をお楽しみください。それでは用意ができたようなのでセサミストリートです。どうぞ。
ソリストを紹介します。オムアルトサックス、クリス・モエ。オムテナーサックス、服部ひとみ。ところで皆さん、お気づきだと思いますが、各部員はパートごとにお揃いのものを身につけているんです。サックスは麦わら帽子、トランペットはヘアバンド、トロンボーンはお花、リズムはパーティーハットです。可愛らしいアイテムにも注目してみてください。そういえば、私は和歌山県民ではないんですけれども、和歌山県民のキューちゃんさん、和歌山の魅力とは何ですか？そうですね、和歌山は、果物が有名で、みかんや梅、あとは桃などが有名ですね。で、観光地といえば、白浜で、白浜にはアドベンチャーワールドという、パンダが日本一の飼育数を誇っている、遊園地があります。あとは熊野古道や、那智の滝などが有名ですね。で、うちの軽音楽部は毎年那智の滝で、近くで合宿させてもらっています。合宿楽しかったですね。はい、そうですね。夏は黒飴が有名で、そこで食べた黒飴ソフトクリームがとても美味しかったので、皆さんも夏へ行ったらぜひ食べてみてください。そうですね、それでは準備の方が整ったようなので、次の曲に参りたいと思います。日本が世界に誇るピアニスト、小曽根誠が率いるノーネームホーシーズの曲で、T42 です。どうぞ。
とうございました。 T42 でした。ソリストを紹介します。オントランペット、久保恵子。オントロンボーン、菱田夏樹。オントロンボーン、江崎かすみ。迫力のあるソロでしたね。曲の止め方もかっこよかったです。さて、ここで定期演奏会のご案内をさせていただきます。11月22日土曜日、和歌山県立医科大学講堂にて第46回定期演奏会を開催します。部員一同その日に向けて精一杯頑張っておりますので、ぜひお越しください。続いての曲はご存知の方も多いと思います。ビートルズの代表曲の一つである「ヘイジュード」です。どうぞ。
ありがとうございました。ヘイジュードでした。ソリストを紹介します。オンアルトサックス、坂上鈴香。ヘイジュード、本当にいい曲ですよね。ビートルズの曲の中でも一番売れた曲だそうで、世界で1300万枚の売り上げを上げたそうです。今では学校の音楽の教科書にも載っています。まさに代表曲の一つと言えると思います。皆さんはヘイジュードがどのような経緯で作曲されたかご存知でしょうか。ヘイジュードのこの曲は、ポール・マッカートニーによって作曲されたんですけれども、ジョン・レノンが、奥さんと離婚が決まった時に長男がすごくショックを受けたそうで、それを励ますために作った曲と言われております。はい、そのいきさつを知って聞くと涙なしには聞けない曲となっております。早いもので和歌山県立医科大学の演奏も次の曲で最後となりました。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。最後の曲なので先にソリストを紹介します。オンピアノフォルテ、木山康之。オントロンボーン、平山淳也。オンソプラノサックス、伊尾拓郎。それではヤガッタトライハーダーです。どうぞ。
岡山県立医科大学軽音楽部ザ・スインギング・セルズでした。